は皆さんこんにちは、アキラ役の皆川純子です。愛華役斉藤千和です。アスタ役中原萌衣です。ついに劇場アニメアリアザ・ベネディチオーネのブルーレイが発売となりました。イエーイ、おめでとうございます。青のカーテンコール最終章となる本作は、私たち姫屋を中心に描いたストーリーとなっております。さて、ブルーレイ発売されたり、あと配信が開始されたりとかして、もうなんか見どころだったりとか、あともうここ見てもらいたい、それ見どころか、おのおのの思いが詰まったところをなんかちょっとこうお話ししたいと思うんですけど、私はやっぱりあの昇格試験のシーン、早すぎて、アリアじゃないみたいに早すぎるので、ぜひあそこをもうじっくり見ていただきたい。もうどの場面でももう本当にあのアキラさんかっこいいのでぜひ見ていただきたいなって思いますね。嬉しい。またあの日が差す瞬間をもう、そうね、もう何回も見てほしい。本当にグッとしちゃう、あそこ見てほしいですね。なんかありますか？私はね、愛華がかっこよかった、その昇格したところ朝日が登って朝日をバックにした愛華がかっこよくやってますね。あそこは何度も見てほしい。もちろん全部何度も見てほしいんですけれども、あとあの肉まんを食べながら見てほしい。お腹すいちゃう。肉まん用意してからぜひね、それがお家だとできますからね。まいちゃんはないよ。私はやっぱりアキラさんのバサのシーンは何回も見てほしい。バサのシーンがね、バサのシーンはね、やられてみたいね。あれもだってさ、お家で用意してバサのシーン味わいながらね、それもありだね。見どころたくさんですね。やっぱり何度も自分の好きなところが見られるっていうところがね、これが利点最大の、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。はい、劇場アニメアリアザ・ベネディチオーネ、ウンディーネたちの思いの軌跡をぜひお家で見届けてください。心の中のネオ・ベネツィアをバラ色に染めちゃいましょう。恥ずかしいセリフ聞い